次々と水揚げされる大きな車エビ。姫島村特産の車エビの養殖を行っているこちらの会社では、お歳暮など年末年始の贈答用として注文が増えているそうです。この時期は水揚げしてすぐの車エビを低温の状態で眠らせて生きたまま発送する生き車エビが出荷のピークを迎えます。この日も朝4時からおよそ40人が生きのいい車エビを水揚げし、箱詰め作業を行っていました。よくできてると思いますよ。この年末にかけて忙しくなってきますね。フライが一番いいかなと思います。今年も大きいもので体長は20センチほど、甘く身が引き締まった良い出来になっているということです。出荷作業は年末29日まで行われるということです。